はい、ということで、続きからやっていきましょう。いやー、多分主演があれやね、あのホラー的な要素になってんのやろな。あ、人間か、人間なら大丈夫。いやー、このゲームが今一番楽しみやわ俺私だってあのゲーム好きでゲーム実況者になったのに、ゲーム実況のせいで好きなゲームできひんあれハゲや、足おっそ、めっちゃ引きずってるやん、ハゲ。いやー、なんかマジで、いや俺はこんなにはならん、俺の頭皮は大丈夫、金で解決するから。え、そんな逃げることある？なんならワンチャン勝てんで。わ、ドキドキしちゃう、勃起しそう。え、バットだけやろ、いけるいけるって、あんなジジイ、ワンチャンいけるよ。怖いところだったね。夜にこっそり入ってきたのがバレたら守衛さんに怒られちゃうし。あ、そういうことか。バレたらすごく怒られるよ。あ、怒られるからってこといや、それどころちゃうと思うねんで。せやな、怒られるどころじゃないよな、うん、まるで何、うん、でも昼は親切な人だったよ。うわぁ、いい子。あなた転校生でしょ、同じクラスだけど私のこと知ってる？いや知らないですね。絶対ピンク色のパンツとか履いてそう。しずく、あの手帳落とした人やんな、あのオープニングで。でもしずくちゃんと私って知らないよね、お互い面識ないよね、たまたま顔知ってるだけで。そのしずくっていう名前知ってる俺キモないいやていうか、編集の時にオープニング見直して思ってんけど、手帳を置き忘れてたんでしょ。でそれを俺が拾ったんで、届けようって、でそのついでにささやかなプレゼントも届けようっつってさ、プレゼント持ってたやん。何がしたいん俺お、キモいルートで行こう。キモいやろ。しずくのことも知ってるの？うん、まあ、しずくを知らない子なんていないよね。いや声いいなマジで。私富永ひかりっていうの。キャンキャン言わして。あなたは山本くんだよね。下の名前はなんで呼んでくれへんの？この時間に何しに学校に来たの？ハヤトって呼んで。ねえ、ハヤトって。ハヤトって呼んでよ。ねえ、いやー、いい子やな、エロいな。マジでチンピクしちゃ、しずくに渡すものがあって、そう、プレゼントね。キモいやろ、俺。そう。ドン引きしてくれへん？なあ。なあ。ところで。ドン引きしてくれへん？あなたはいつも一人のようだけど、友達は。夜の学校で二人きり。そんな俺にドン引きするお前怖いだろう。あなたはいつも一人でいるようだけどって言われた今。ガチの方でぼっち心配されてる感じ今いやー、すごい情けないっすね切な。君がいるじゃないか。他の友達もすぐできると思う。なんでよ。私は先に行く。なんで。あ、俺にビビってる。気をつけて。は、なんな、ちょっと待ってよ。え、ああいう子ってめっちゃ優しくていい子って相場決まってるやろ。遠回しに友達なってくれんのやって。無理やねんて。でこれ以上会話が続くと気まずいから、あのもう逃げられてもうた。どうしよう、どこ行きゃいいんやろ。こんにちは。俺何しろって言われたっけ。え、よー、なんか今いたよ。守衛だけじゃねえ。うわ、やべ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 。木、なんか今いた右に。びっくりした。え、これ幽霊もいんの。隙を上手に二段構え、まるで抜刀術のようではないか。木ってどういうことやねん。びっくりした、今いたよね。なんかやべやべ、なんだこの学校は、どうかしてやがるぜ。
私は恋愛を楽しみたいのに、それどころじゃなさそうだ。やべ。あれ守衛じゃない？わーお、こんな感じで見つかんねや。いやこいつはあんまり怖くないんだよな。もう一個のやつがマジで怖い。どうしたんだろう、どういう感じなんや。守衛もここ一人で大変やな。どこ行った？え？マジ？マジか。ちょっと待ってくれ。このロングウェイ上にあのジジイいたら無理じゃない？え？一方通行やで。絶対無理やんこんな。無理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 、ふざけんなジジイ。なんだよこいつ、どこ一方通行やかな。こんなとこにお前おられたら絶対無理やって。意味がわからん。しかも足遅いなジジイ。ほんでこのジジイ足遅くて全然怖ない。めっちゃ遅っ。もう足引きずってるもん、かわいそうに。これでいいのかな。あ、これでいいっぽいな。うわ、ねちっここいつマジで。ちょ、バレた。ちょ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 。あ、やり直し1位ってやり直しマジで。今俺30分ぐらい頑張って捜索したんやけど、これまたやり直し？クソだるいなこれ。え、ベリーイージーでやりたい。あの激イージーでやっていい？あのね、巻き戻しされるのクソだるいわ。あー、だってさ、俺だって今20分ぐらい1回で進めて、それ死亡して巻き戻し食らったんやで。しんどすぎるわちょっと。こっちが開くようになった。あ、ここ開くようになってるやん。ええやんか。これでなんか回り道とかできそうですね。で、私が今いるのここ。あ、体育倉庫に化学剤が落ちてるみたいなことを言っとったな、なんか文書で。体育倉庫。あ、久しぶりやな。ムービー長かった。ここまで動画上は分からんけど、俺1時間ぐらいかかってるからね。え、あ、やっぱりやっぱり女の子や。チラッと映ったん、マジやったんか。いや大丈夫？いや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 、あー後ろからついてあげたい。大丈夫？そんな生まれたてにならんと。消えよったね。コレクション。コレクションに、コレクションにしちゃうの？は？え、絶対に襲いかかってくるパターンやったよ今の。オーマイガー、絶対今襲ってくるパターンやった。もう確実に今後ろからはぁとかさ、逃げる展開やったやろ。消えてったであいつ。誰かに手向けられた一輪の花。いやちょっと待ってよ、何これ、何このゲーム。絶対ビビらせるべきやろ今の。じゃあこっち行くしかないね。マジか。あ、なんか電気消えた。まずい、やばいやばいやばい。やつが来る、やつが来るんだろ。
え、来ないの？あ、そう。やーべ、気まずこのゲーム。お、いやー、もうちょっと展開早く進んで、展開早く。こんにちは、お嬢さん。何草木を気にしてる余裕があんのお前は。ちょっとなんで俺だけは追いかけられてる。なんかしたこれ。あ、なんかしてる。変わった木の形だ。それだけ？お嬢さん、なんもイベントないから暇よ。ちょっと誰か構ってよ。あー、構ってくれる。やった。あなたはあの時の。わっ、初めて声聞いた。こんな時間に学校で何してるの？いや、こっちのセリフやから。日記帳を返そうと思ってキャンディーを渡したくて。あ、プレゼントってキャンディーやった。え、っていうかさ、日記帳を返そうと思って深夜の学校に来るのもおかしいと思うな。つじつまがね、合わなすぎるこのゲームは。思いません？翌日学校でさ、返せばいいんや。夜学校に行ってピンポイントでコロコロ思ったんかな、俺は。お、隼人は。やばない？まあいいや、返すわ。あなたが持ってたのね。うん。ごめんね。そのために学校に来たの？うん、せやねん。おかしな話やろ。なんで俺夜にお前おる思ったんかな。そういう君は光を探してるの？光も来てたよ。ああ、光を探してるのこっちでいいや。光もいるの？ああ、来てたで。おお、うわあ、バイオハザード始まったぜ。マジかよ、バイオハザードやんけ。雫が何か落とした。特殊なパズルは。いや、うるせえうるせえ、音でけえ。あ、制限時間タイプになってる。オッケー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 。はい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 、なんかやればいいんやろ。雫が何か落とした言うても、まあ、そのしずくちゃんが落とした、これは何なん、何の鍵なん。本館1階のマスターキー。おーらい、これはでかい。なんでしずくがこんな万能かよ。切れ端、いや、なんか、なんじゃこれ、おかしなことなってんよ。なんかバイオ的なお話な。主演はまた別物なの。もういいや、なんか何でもいいや。ね、もう何でもいいね、これもう。わけわかんねえもん。やったー、害獣駆除スプレー。これ害獣駆除スプレーいいんじゃない？これやろ。OK。完璧やな。これで化学剤拾って。これ化学剤とかかけれんのかな？あ、かけれた！はい、死んだ！あ、ぶっ殺さなあかんちゅうわけか。うわ、びっくりした。あ、これさっきの回の1回か。やべ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 、気安く入ったらあかんか。普通に殴る。ああ、マジバイオハザードや。どうしたね。なんか俺がストーリー系の実況苦手なん、みんなそろそろ分かってきたやろ。俺全盛期、まだあるよ。マジ全盛期の頃、全盛期っていうのもあれやけど、ストーリー系5本に1本最後までやれば全然マシやったよ。どこからかおぞましい音が聞こえた。あ、じゃあこれでやれてるってこと。これ大丈夫、弱ってる。あ、攻撃してきへん、弱ってんね。あ、瓶投げれる。いや、この没収された生徒マジやべえ、ヒーローや。なんなんこれ、なんで何も驚かんのこいつは、主人公。あー、危ないよ、死ぬよ。まさかのコマンド、気をつけてよ、死んじゃうよ。うえー、盛り上がってんね。おっ、スプレーか、害獣駆除用の。おー、害虫やね、
スプレーじゃ害獣はやられへん。熱い戦いでしたね。見てこのすっごいこの楽しそうな顔あれ終わったの？あ、綺麗に何事もなかったかのようになってる。え、なんでこの主人公である私、なんとか隼人は何も疑問に思わないわけ？じゃあなんかあれやな、これめっちゃ古いゲームやろ、守衛実はいいやつ説出てくるね、ワンちゃん。でもこの植物、世話かけてたあのメガネっ子、実は黒幕なんじゃね、ワンちゃん。あれ？雫は？雫いなくなってる。あ、またある。木の灰、あ、木の火。あ、これであそこ行けるようになった。あ、いいね。あ、スピード感出てきたね。スピード感出てきた。これどうせ外に出たら。何よ、あれ？まだ帰ってなかったの？ところで、なんか変な音しなかった？おい、強運やな、マジで。久しぶり、元気してた？圧倒的な強運やね。守衛にも出会わんと、この植物にも出会わんかった。でかい木が雫をさらったんだ。いや、この子に惹かれてまうね。私この子とハッピーエンド狙いやから。雫が消えてしまったんだ、これに行こう。消えてしまったって、何言ってるの？あ、ちょっと半信半疑感出てる。一体何を言ってるのやら。あれ、ドン引きされた？この学校って雫に首ったけの男子ばかりで嫌になっちゃう。いや、そんなちょっと気にせんといて。私はあなたのことが好きだ。そんなに美人でもないのに。おっしゃる通り、あなたの方が。いや、あんたね、正直に話しなさいよ。あんたも雫に気があるからこんな時間に学校に来たのよね。ひょっとして明日がホワイトデーだから？え、ジェラシーという名のヤキモッティ、ヤキモッティ焼いてるんですかね1時間頑張ってよかった。いや、何時間頑張ったやろ。君には関係ない。いや、関係なくはないよ。俺はあなたにヤキモチを焼いてほしくて好きだ、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 好きだ。その結婚してください。図星でしょ？違う。こら、しっかりしてよね。雫があの綺麗な顔で騙した男が何人いると思ってるの？マジ？あんたは知らないと思うけど、あの子はっきり言って男たらしよ。そうなん？わ、男たらし。いや、性悪な女やね。じゃあ乗り換えちゃおうかな、あなたに。ねえ、乗り換えちゃいたい。本当にあの雫がここに乗ってるふりして、乗ってるふりして、信じられないっつって。本当だってば。そうだったの？それだけじゃないのよ。いや、後ろからこの角度で父のデカさわかる。え、何か聞こえなかった？ほら、言うたよ。やめてやめてやめて、追いかけろ。さやかの後を追う、当たり前だろ。さやか、さやか、やっちょ、絶妙に見えねえ。なんちゅうことだ。神アングルかよ、マジかよ。プロやな、こいつ。アイドルになれる。聞いたでしょ、さっきの女の泣き声。聞いた。一緒に逃げよう。俺と一緒にいた方がいい。絶対俺から離れんなよ。絶対俺と一緒にいた方がいいって。うん。やべ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 。信じられない。あの噂って本当だったんだ。え？まるで幽霊のような泣き声だったわ。大丈夫、私がいるからには。雫の死んだお姉さんだったかも。え、そうなん？うん、私言ったわよね、あの子には変な噂が多いって。雫はね、2年前に自殺したお姉さんのためにわざわざこの学校に来たみたいよ。あの子のお姉さん、ここで首を吊って自殺したの。理由は誰も知らないけどね。それで夜中に学校に忍び込んで死んだお姉さんを呼び出してるって噂があったわ。知ってるでしょ、こっくりさんとかそういうの。あ、まったくバカな子だわ。死んだ人なんか忘れちゃえばいいのに。よく息継ぎなしでそんなペラペラ喋れるね。じゃあさっき俺をさ、襲いかかってなんちゃってプレイしてきたあいつは雫のお姉さんやったってことか。ほんとね、ツッコミどころありすぎてね、もうツッ
込む気もうせるよね。あーどうしようかな、俺この子との好感度やっぱり上げておきたいから、まあ合わせておこうか。うん、まあたとえ幽霊でもまた会いたいと思うのがね普通だと思うねん。うん、俺がもしねお姉さんとかいて亡くなってしまったら幽霊だとしても会いたい、間違いない。で、この子はね多少ねじ曲がったね性格の部分があるから、それをねやっぱりね直してあげなければいけないと思うんですよ。ただ時期じゃねえ、今俺がそうやって変に突っかかってくるとこの子の好感度ガクン下がってまうから、ここはもうね合わせてよいしょよいしょして、自分のものになったらそうやって少しずつ直していく、そのスタイルを取っていった方がいいと思うね。ということでこれ自業自得だしね、目死んでんなこいつ。とにかくあの子が学校で何かしてるのは間違いないわ、私たちはそれに巻き込まれたのよ。なんか嫌な女だな。でもむしろ雫が事件に巻き込まれたんじゃないよ。そう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 、少しずつ直してこ。何なの、どうしてあの子の肩ばかり持ってるの持ってないっすよ。あんたもなんか怪しいわ、さんざん合わせとグルなんじゃない。もういいわ、言い訳はやめて。合わせてあげたのに。どうせあんたのことなんて信用してなかったし、あんたみたいに雫に利用される気なんてさらさらないのよ。あんだけ合わせてあげたのに最終的に私怒られてしまいましたね。え？ここやったっけな。 あったあった、ここ入れたらいいやろ。なんか俺さ全員に嫌われ始めてない？やめてよ、現実だけでよろしいってそんな。つらー、もう全員なんか死のルートに会いましたろうかな。は？よっ、なんかいる。こんにちは。僕どこから来たの？どっちたの、こんなところで。もう。襲ってこいよ、襲ってこい。なんやお前ら、守衛だけやん俺襲ってくるの。ホラー要素くれるのよ、幽霊の女とガキ。なんで襲ってけへんねん、潰す気か。じゃあここはなんもないね。モールス信号、なんなんこれ。遺失物室、本館2の遺失物室を開けれる。このあーみたいに BGM はなんなん、来る予兆なん。さっきからね割とこの音楽流れるんやけどね誰も聞いへんのよ。ここの部屋は何だ。あしっか、じゃあここあれやん、あの人来るやん、おっちゃん、おっちゃんの部屋やん。あここは行かれへんのか。あ行ける。じゃあケンスね。え？ああなんかこれ暗号になってそうやな。ちょっと待って。ちょっと待って、これ。後ろにいるって書いてへん？ちょっとめっちゃゾワッとしたんやけど、これ絶対後ろにいるって書いてる、あ後ろにいうって書いてるわ。これ絶対後ろにいるって読むんか思ったら、後ろにいう、後ろにいう。あーマジノート死ぬわ俺。なんやねん、後ろにいるかと思って今ゾワッとしたのに、言うてなんや。あれ、へえ、危険人物発見ってところかしら。こんにちは。こんなところに一人でいるなんて、雫に振られちゃったの？慰めてくれる？なんか謎解き
しんどいね俺もうずっと謎解きやで、これ謎解きっていうかなんか探索ばっかりもなんか思ってたの違う、君に会おうと思って待ってたんだ。あんたこんな状況で私を口説いてるの？うん、頼むわ。私はまだあんたを信用したわけじゃない。え？話しなさいよ。落ちた今ので。余計なことするんじゃないわよ。ちょろ。一体何よこの校舎。JK ちょろ。ばかりじゃないの。本当。私はもう行くから。うちのゲッツンがすいません。あんたは雫を探すなり出口を探すなり勝手にしなさいよ。なんでこいつは何も襲われてないの？なんで？俺なんか一人でずっと謎解き頑張ってさ、ようやくここの部屋の鍵見つけたのに、なんでお前はこういとも簡単にこの部屋とか来ちゃうわけ？何様なの？お、あれ？近づかないで。なんでお前がこんなとこいるの？怖がらないでよ。僕だよ。本当にユートなの？え？暗くてよく見えない。いつの間にユートって呼ぶ関係になった？段飛ばしすぎやろ。なんか変な感じがするの。だから言うてるやん。何か変な音が聞こえてるよね。聞こえてるよ。もうなんか慣れた。鼻から変やもん。うわ、なんかいる。お姉さん。びっくりした。どうしてあのおばさんがここにいたの？いや、俺おばさんじゃないと思うで。幽霊やと思うわ。うん、おばさんちゃうと思うね。びっくりしたとか会話始めてる場合ちゃうで、ほんまに。うん、そう、あの人誰？言うなれば学校の名物といったところなの。あ、そうな、実在してんの？おばさんは3年前から学校に現れるようになったらしいの。へえ。夜ごとに学校に入り込んで何かを探すように歩き回るらしい。いや、だいぶやばい。昔の卒業生だとか、生徒にいじめられていた教師だとか、いろんな噂があるんだけど。もうやめよっかな、このゲーム。先生たちはずっと知らんぷりしてるわ。やばいやろ。知らんぷりしていいわけないやん、こんなん。事情がわからないけど、ちょっとかわいそうな気がするな。名物って、え、これ生きてんの？亡霊？ピアノの音が聞こえなかった。いや、ちょっと待ってよ。いや、ピアノの音にびっくりしてる場合ちゃうって。あなたが確かめてきて。は？いや、亡霊やったら除霊せえや。生身の人間やったら警察に行けよ。何名物にしてくれてんねん。おい、音楽室のピアノの音なんかよりよっぽど怖いやん。は？あなたに確かめてほしいの。あ、キラーン。